態度。やる。ちょい。ほい。まあまあ、メジャーリーグなんか今年めっちゃ数少なかったじゃないですか。あ、60試合。60試合。60試合ね、うん。で、まあ秋山とかね。あの時にかけてダルビッシュこっちこう活躍しとんねんな。うん、で秋山、筒香を追い切ったけど、なんか筒香ダメね。慣れる前ぐらいで終わったかなみたいな話もそれはあるし。どうですか、今年のメジャー。マー君もなんかこれ、ね、打たれてしまっとったしな。だから来年ヤンキースと契約するのかどうなのか。うん、まあ、だからその辺、さあ今年が特殊すぎるから。そうやわな。あ、まあ。どないか言うたんのもおかしいけど。でも条件一緒やというのがあるんで、うん、でも給料上げる下げるとかもそれはもうそっちの話なんやけど。まあ確かにな。な人がトレードだとか、そっちはまあ どうなんやろっていう部分。まあまあでもトレードはトレードで、そう例えばサードがおらんからうちサードがおらんからっていうのもあるやろうから。でも言うとったね、あのほら、ダルビッシュとかもみんなあのフィジーのトミー・ジョンの手術して、はい、あれって3年ぐらい経ってからが本領になってくるみたいなね、うん、だからその間な直しました、うん、でリハビリやりましたで2年ぐらいはやっぱりまだ様子見みたいな、うん、で3年ぐらいただな実力が前に出てきてみたいな、はい、だから今年のダルビッシュめっちゃいい、ね、いやすごいあの曲がり方とか綺麗とかね、だから大谷翔平もちょっとの間もうただしゃあないよな、ね、うん、どうなのかな、大谷翔平もなんか打撃の方が今年もう一つでしたしね、まあどっちみちやっぱり怖いのは怖いよ、それ手術やって、うん、まだそんなんでな、あれ出てこないしか、そのうちほんまあの冗談なくて大谷って右投げやけど、左も投げれて右も投げれてスイッチヒッターでとか、まあ、それすごいな、アニメの世界だ、あいやほんまに近田、近田やね、あ近田、近田阪神に来た、ね、ダイエーから右左投げ、はい、おったなぁ、いやいうね注目されたけど、そういうのすごい人って時代が変わってきたら目指すやつ出てくるんちゃいます、ただ右肩故障したほんなら来月は左で投げますとか、ね、あのグローブおもろかったようなどっちも親指入れるような6本か7本どっちも親指入れるような形じゃなあかんから、はい、6本のやつなんちゃうかな、6本でしたかね、プロになろうっていうぐらいの、うん、こう実力というかプロってなかなかなれへん、ね、いやだから選ばれた人たちやから、はい、草野球レベルで右でも左でも投げますねやるんだけど、プロになろうとするとやっぱり右の方が肩強いからとかコントロールやられどっちかなってくると思う、とかなってくるやろうから、だってだから普通に右利きやったやつはあの左バッターの方が得意から言うて右やけど左バッターに返すのも松井とかもそうやんか言ったら、イチローもそうやったんちゃうか、打つ方に関してはね、やっぱりあるスイッチヒッターの人も引退してはった人やけど、なんかのインタビューでやっぱり左打ち右打ちもせなあかんから人の2倍練習せなあかんと、なるほどな、というのはまあその人の言葉で言ったら4倍せなあかんわけやから、どっちも使うことせなあかんねんもんな、うん、それは言うと松井か誰か、まあ松井和夫選手とかね、まあ、スイッチヒッターはわかるけどスイッチピッチャーはなかなか、いやもうそれはやっぱりそんだけ違うって、やっぱりね、同じ実力出せるかなと、俺それは絶対無理やわ、あいやほな守備あのピッチャーもキャッチャーもいけます、全部いけるあそんなもんだな、それはあの、まあまあ、ピッチャーキャッチャーっていうのは特別か分からへんけど、うん、でもそれ以外のとこ守る選手は要さんおるあ、まあ、あの高橋博士選手だったら新田子かなんかの、うん、全ポジション守った人新田子やあれも結構守ったんじゃん、あの亡くなったけど金武田君、広島から巨人に今で言ったら鈴木大地なんか、ああはいはい、ジャブテン行ったね、全部どこでも外野も、まあ、外野内野を守るわな、うん、結局あのピッチャーとキャッチャーだけでしょ、あの金武田君はキャッチャーまでやりましたやりました、もともとキャッチャーやからね、もともとキャッチャーまでやったやんか、もともとキャッチャーの選手多いんですよ、うん、キャッチャーできる人ってやっぱりそれですごいんちゃう、あのヤクルトによっては飯田か、あれはキャッチャーからセンターかなんかだろ、なんか今多いじゃないですか、一人二ポジションやないけどね、はい、だからその流れで言うたら絶対出てくる思いません、一人何役みたいな、まああるかもしれない、ラジカセみたいなね、ラジオもあってカセットもあるよ、ね、CD もありますよ、そう CD ラジカセとかCD ラジカセ、あのいややっぱりいいでしょそれって、一元たけたんもいいけど、いやだから最後それだけで出してもらえる選手になってくるやんか、うん、趣味が良かったらその守備固めに出すとか、はいはい、足が専門やったらもう体操だけで出れるの、だからそれって魅力あるから、今また元に戻したけど、あの DeNA の大和選手とか、ああ大和な、やっぱりスイッチヒッターしてた時期あったでしょ、あいつなんであんな阪神戦だけよっとんの、やっぱりなんかあるんちゃいます、なんで阪神戦かけて意地なっとるの、意地なっとるやろ、江越もそうでしょ、スイッチヒッターちょっと
あよしのがいや してた時期あったんですよ。なやっぱ足速いし、出場時間が。ちょっとやってたからな。うん、ちょっと足速い選手が出てきたら。いや、僕絶対そうしてほしいんですよ。ずっとオコエが左に行かれて。オコエを左に。いやよ、あんなか足速い選手がちょこんと当てられて、バーン走られたら。まあ確かにな。いや、俺ファンレター書こうかな思ったら。でもあんな体だったらやっぱ大きいの持ちたいねんだよ。いや、そうやと思うけど。オコエも最近あんま出てけへんな。まあまあね。いや、サガスイッチ行った。してくれたら。今スイッチヒッターでそんな活躍してるやつっておる？いやいや結構行ってますよ。おれへんやろ。杉谷健司でしょ。あの石川もそうちゃう。 DeNA ちゃうかったかな。石川スイッチヒッターやったかな。じゃあごめんなさい、間違いかもしれない。あの中日の外人がスイッチヒッターやな。あ、はいはい、アルモンテ。アルモンテ、はいはい、あれスイッチヒッターやな。なるほどな。だからやっぱり魅力的でしょ、阪神の上で。いや、だから結局だから右バッターがさっきのこの人さんの論じゃないけど、うん、足が速いから左にちょっと出てみて、うん、悩んだ狙うかっていうので、ツイッチ行ったりとかする人がおったんですけど、うん、左バッターがわざわざ右打つ必要もないわけないですよ。いや、さっきそのロンで言うたら、あのロッテから、オリックスでも引退しはったけど、竹原優先生が俺、未だに下船なんですよ。あ、ね、誰か持ったな、左に右打ち。4番も打ってたみたいな。何人か、それはピッチャーやな、やっぱりな。いやいや、外野手でしょ。竹原もともとピッチャーやったから。今ってピッチャーで多いよ、左投げ右打ちやったらたまに出る、うん、一番野球には向いてへん。向いてへん、まあ、いいでしょ、うん、だから相手なんなんでかなっていうの。打つの右のやつなんか誰かおったんだよでもあれ逆はよ、あの掛布とか、掛布とかだか分からない、その左バッターやけど、うん、ゴルフになったら右打ちですよね。もともと右打ち野球用で左という人がね、うん、そうそうそう、あのほんまに左でこれやってると右で打ってる人はどうなんていうの、うん、え、檜山もそうやったんちゃうか。檜山もそうやったんちゃうか。そうそう、右投げ左打ちです。ここの面も右で打ってましたもんな。ゴルフだったね、うん、そんなに置いてありましたね。じゃあ、作られたというか野球用の左やから。だからどっち、まあまあ、あのぐらいのバッターだったらどっちでも打てるわ。そうそう、俺もたまに左で打てもね、打とうもだ打てるもん。いや、だからそのレベルの違い、いや、でもそれを超えるスーパーマンみたいな人絶対俺出てきてほしいよ。もう 両投げ、両足使いね、何でもできますよみたいな。足で言われるわ。お前真ん中立て。真ん中立って大根切りしてすごい人出てくると思うんで。足で何に使えば分かる。